この年だったり、ね、嘘の歴史認識して生きてきたらさ、修正できんよね。もう鬼滅の刃やばいぐらいのなんか戦士が必要になってくるな、この社会は。うん、特にこの4年間はね、ダメだったね。うん、まあいろいろあったからね、今もそうだけどね、うん、言論統制もここやってるじゃんね。なんか言えないこともあるしね。うん、そんなのは多分なくなんじゃねえかな。 BBC もなんか買い取るって話になってるしね、噂があるからな。まあトランプさんがメディアを開設したっていうのも知ってるけど、うん、多分一つ、結局フジテレビはなくなるしけど TBS も引っかかりそうね。うん、TBS はアナウンサーがなんか事件起こしてるしね、まあそこは問題あるかとかってしてたんだけど、テレビ朝日は特に問題あるね。うん、うちなんか何のためにそんなの見て生きてきたんだろうなって思うことはあるけどね。うん、まあ私のこれに一人漫談みたいなのブログとして残ってるぐらいだから、うん、面白くない話もしてることしね、うん、だけ吐き出さないとね、頭おかしくなるしね。知ってることいっぱいあるんだけど、言論統制で引っかかるから、まあネットで言ってる、そっちの方で言ってることがあるね。うん、まあそうね、うん、なんていうのかね、まあね、ツイッターもいいねがなくなって買っちゃよかったなと思ってる。うん、あれがいっぱい増えるとこやっぱりなく裏があるよね。非公開になった、あるのあるけど非公開になった、うん、あれだけなくなるねって私去年から言ってたんだよね。してたもんだから、公式に書いてあるのにみんなさ知らないのかなと思ったけどね。まあどうせ嘘だろうってみんな思うんやろうけど、だって調べたのにと思った。私フェイクなんか言ったことないよって言ってたけどね、いろんなことを返してもね。株式の掲示板でもね、いやそうじゃないそうじゃないって言われるけど、あんたそれ知らないでよよってやってんね、投資なんかねって言われるけど、いうタイプなんだけど、うん、もうちょっとさ、なんかエンタメから抜けた方がいいよね。エンタメも必要だけど、エンタメはちょっとやってる場合じゃないね今はね。うん、まあ、今、鬼滅ぐらいかな、あんたのあのアニメで言ったらね。うん、あと他の漫画は別にっていう感じだね今んとこね。うん、でそうね、その鬼滅のやっぱり方のみんな何言ってんかしないけど、私鬼滅しか見てない。メンタルね、こんなもん見てないしね。昔は見てたんだけどね、もう見なくなっちゃったね。うん、なんか流れが一緒だもんな、確かになと思ってね。ドラゴンクエストとかゲームの方がいいんじゃないかねと思うけど、自分はそう思うだけの話だからね。ポイントカードもいっぱいあるけど、あっちこっち行ってあれなくなったやつもあるんじゃねえと思うけどね。大体ポイントカードってさ、なんかよくなくなるよね。いっぱいカード作るともう何が何だか分かんなくなっていくとこもあるしね。はあと思う。大体ポイントカードで 2年掴んで消えるとこもあるし、200円で1ポイントとかちっともならんよ。あとポイントが5倍のとこは美味しいけどね、ポイントが少ないとこってほんとね、あんま買えませんね。ポイントがないとちょっとね、あれよね、きついもんな。うん、消費税がゼロになってくれば万歳なんだけどね。うん、なんだね、じゃあどうして今日株がこんな下がってるのかわからないね。うん、それはもう人にね言えるようなあれじゃないの、わかんないっていうのが一つの答えだな。うん、な感じだね。もう私のやつブログみたいなのだからな。うん、な感じだね。いっぱい入ってるとなかなか食べ終わらんね、この
ゼリーも